は鈴川彩子です。ひたちです。本日はこちら、ニューデイズキオスク限定鉄道コレクション第1弾を開けてみたいと思います。ニューデイズとキオスク限定、東日本エリアで、今回ですね発売になります、鉄道コレクション第1弾ということで、鉄道コレクション自体は今までもね、トミーテックさんがずっと出されてましたけど、中身が何が入っているかわからない全10種プラスシークレット1種類、まあ、なので11種類あるのかな。で、この第1弾、昭和から平成にかけて活躍した車両たちということで、今回ね、我々はちょっと発売より早く、トミーテックさんからね、いただいて開けてみたいと思います。開封しまーす。ドキ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 。お、なんだった？あ、シャトゴテ。お、105系、201系ですね、これは。中央線快速、やっとじゃん、うん、もう完全にさ、シールなんかももうこの、ね、貼られてるんですね、行き先とかも。うん、すごい。ここに大きく JR って書いてる。そうそう、で、JR って大きく書いてあるね。すごいよね。なんかさ、ニューデイズキオスクで気軽に買えちゃうのがすごいね、鉄コレを。台車履き替えたら N ゲージとして使えますよね。でもまあこのままでも十分飾っとく分にもいいし、ちょっと触ってね、走らせてみるのもいいし、いいじゃない。ママ、うん、次これ。あ、そうね、どんどん開けていこうか。じゃあ開けまーす。なんだろう。105系仙石線。おー、すごい、水色が鮮やか。鮮やかだね。海の色みたい。そうね、海の色みたい。そうだよ、きっと。これと連結して、連結したい。そうだ、ほんとだ、上手じゃん。上手じゃん。前のさ、お顔も全然違うんじゃない？あ、この上、ま、ライト、うん、あ、ライトそこにある。こうだ。ほんとだ、ほんとだ。 こっちにもある、こっちにも。ほんとに色がすごく鮮やか。はい、次開けまーす。あ、なんですか？黄色は何？中央総武線。観光線でした、正解。101系。あ、千葉行きじゃん、うん、やったー。昔走ってた。そうそうそう、昔走ってたの。ほら見て、全部丸だ、ね、このクーラーじゃないの、これね。エアコンがないのよ。総武線これもしたし。そうだよ、総武線ね、総武線、総武観光線、新宿とか行くやつ。緑だ、真ん中のところ。へえ。じゃあ次も開けてみよう。黄色。あ、雲湯に143型長野エリアです。あ、なに、もうパンダついてた、うん、これ連結機ついてない。ほら、どっちも前だったら。あ、ほんとだ。これ一応連結機ついてるけどね、これ、うん、密連がついてます。これラインナップに入ってるの嬉しいね。ちゃんとこの中ね、この柵っていうか網網になってるんだよね、わかるようにね、なってますね。はい、ちょっと開けます。次なんだろう。なんだった？701系1500番台東北本線ほか。でもなんかずいぶん最近だね、701系ってなると。これは3個。何が何が、あ、ドア、うん、ほんとだね、これは3ドアだね、うん、車体のね、感じもさ、ほら銀ピカだからね、うん、ステンレスの感じ。あ、紫、これも701系1000番台東北本線ほか。また701系だね。盛岡行きだって。盛岡行き、盛岡、うん、盛岡東武線。あ、チェックまだありますよ。これは武蔵野線。正解、よくわかったね。武蔵野線、205系武蔵野線です。僕大好き武蔵野線。あ、大好き。だってさ、うん、葛西臨海公園と舞浜行ってたら大好き。府中本町行きだ。やった、府中本町。そうそうそう、終点府中本町。府中本くんだ。なんでしょう。あ、そうだ。なになに。京浜東北。お、正解。205系京浜東北線。このラインがね、水色で。日本語系いいね、やっぱり、うん、ここいいね、やっぱり。シンプルなんだけど、なんかレトロな感じが。開けますよ。なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう。じゃじゃーん、山手線。
この窓、ほら、こっちはさ、4つに分かれてるけど、こっちは2つだね。ドアにさ、窓ついてるでしょ、うん、大きさ一緒？違う。違うよね。こっちの方が多いよね。大きいよね。うん。ねえ、量産先行者の方がちっちゃかったんだ。最後は、じゃーん、出ました。雲屋143型50番台。あ、全部当たった。新潟エリア。全部当たった。全部当たった。そう、さっきのが雲屋243。こうやって。雲屋143。こうやって連結してるんでしょ、ちょっと。そう、そう、新潟エリア。どっちにもパンとついてるよ。まあまあ、全部当たった。そうね、全部ね。でもまあ、これ、一応、一つの箱に、10個入りだけど、シークレットもあるとね、一つ買ったとしても全部揃うのは難しいかな。いやー、塾見て並べてみよう。見てー、すごい車両基地みたい。ほらー、車両基地でもこんな感じで揃うことはないよねー。すごいねー、うん、もうさ、今走ってないね、車両がたくさんいるけど、でも本当に名車揃いですね。ここら辺のこのベタっとね、単色で塗ってるのかっこよかったね。これがいっぱい走ってたのがやっぱりもうちょっと見たかったなね。まあ今の時代のね、こうステンレスのかっこいい鉄道車両もいいけど、気軽に手に入れられるのがいいね。見て、武蔵野線発車した。走っちゃった、走っちゃった。戻ってきて、戻ってきて。一つの箱、この一つの箱、何が入ってるかわからない一つの箱で税込み1200円で販売されます。だからそう考えると1200円でこれがさ、手に入るのすごいよ。とね、いろんな楽しみ方あるので。中間車はないけど。そうね、ちょっとね、中間車ないけど、でもしかしたらさ、ね、こう一つの箱いっぱい買って、同じ車両が2個出たとしたらさ、前と後ろで連結できるじゃん。違うもの同士でくっつけるのもさ、逆にこれは鉄道の模型とかじゃないとできないことだから。なのでね、ぜひぜひ皆さんも、2月26日、JR 東日本エリアの、ニューデイズキオスク限定で販売されますので、ね、税込み1200円。チェックしてみてはいかがでしょうか。ラインナップもすごくいいです。はい、ということで以上、ニューデイズキオスク限定鉄道コレクション第1弾でした。